と、まあ、食材とかグリーンとかでいかにエアコンとか無駄なものを使わなくていいかとか、うん、文化的に、まあ、美意識の基準が高いかとか、そういうので5項目ぐらいの大きなポリシーを作って、それで点数が出て、我々としてはあるわけじゃない、我々としてはこれはこのぐらいの高い価値があるっていうふうなのをバンと出して、普通から見るとそうだけど、ボディですごい価値が上だよっていうのをいつか提示していって、それをサイトで YouTube かませてやって、映像的に見せて、ちゃんとコメントが、個性のあるコメントがあるっていうだけで、相当アルゾーサイの魅力だ。それと我々の拠点であるその寺鎌倉とか千葉県とか千葉県でちょっとダイブが取れて、でダイブストリームが見えたりとか、そのイベントがやってるサマーさんが見えてたりというウェブサイトを作ってくれて、フリペを作るっていうので、どのくらいお金がかかるかなと、そんなにかんないんじゃないかな、100万円ぐらいで多分ですよね、うん、そしてそれでどっか格になる会社を作るかと思う、うん、その今の千葉の不動産屋さんなんかと組んだって、それでもいいかと、プロジェクトだって、その会社の中にプロジェクトを入れてる、そのプロジェクトなんとか不動産何々プロジェクトって言われて、そのワンパッケージをそこで200万で1個売るとするじゃないですか、うん、そしたらそいつコスト100万で全部取れるもたっとるでっていうぐらいなんで、それ鎌倉のクラウドコンピューティングじゃなくて、いっぱいその同じシステムがこう広がっていくことによって社会が全体が良くなるっ